東京地下鉄道線継線16号車東京地下鉄道線軽電車は現在の東京地下鉄銀座線の前身である東京地下鉄道が1927年の上の浅草間会業に合わせて製造した通勤型電車地下鉄イコール地下機動用として日本で初めて設計された車両である 路線開業に備えて1927年11月2001から1010 10の重10量が日本車両製造で製造され、1929年に翌年の万世共延伸に備えて1011から1021の11両が汽車製造東京支店において製造され、計21両が出揃った。地下鉄博物館所蔵の1001号車が2017年3月10日付で、 文化審議会から文部科学大臣に答申されたことを受け、鉄道用電気車両としては初めて国の重要文化財に指定された。本校では、ほぼ同一構造の造備車である東京地下鉄道1100系電車についても記述する。線形車内非常灯と車掌スイッチ現在では、地下鉄に限らず、鉄道において重大な危険となる、 火災事故対策として厳しい難年基準が制定されているが、線型はそれ以前に日本国内での実例がなかった地下鉄車両だけに特にこの部分に留意して当時としては最も進んだ不燃対策が施されている。この当時の鉄道車両はまだ大枠のみ鋼鉄製で、他は全て木造とした木造車体が一般的であり、外反と骨組みを 鋼鉄製とした半鋼性車体に移行しつつある時期であった。しかし本形式は半鋼性をも通り越し、屋根板や内張りまで鋼鉄製とした全鋼性車体が採用された。リベットを縦横に打ち込んだ物々しい外観が目を引くが、これは溶接技術が未発達だった時代ゆえのことである。もっともその代償として事長は大きく増大しており、 車体長1万5 5 0 0、mm、トル車体幅2 5 5 8ト、mm、ルの比較的小柄な車体で、しかも、主電動機が2機搭載であったにもかかわらず、34.8トンと、主電動機を4機搭載する17メートル急半構成電動車並みの自長となっていた。車体外部塗装は、黄色基調に、屋根周りエンジン色の2トンであり、特に開業当時の色は、 後の銀座線車両のオレンジ色とは異なる明るい黄色であった。この塗装は当時のベルリンのユーバーンのそれに半を取ったと伝えられており、暗い地下線内で明るく感じさせるために採用されたものであった。内装は後半に決め焼き付け印刷を施し、木造車になれた当時の乗客に違和感を覚えさせない配慮がなされている。全構成車体。 内装記名印刷の先例としては、1926年に登場した阪神急行電鉄の600型があるが、東京地区では最初の試みであった。また、床材に不燃材料としてリノリウムを採用したのも画期的であった。常に闇にある地下においては照明も重要である。1000型では日本の鉄道車両としてほとんど最初の間接照明を採用し、 車内灯の光が直接乗客の目に当たらないようにする配慮がなされていた。客用扉には当時では珍しかった自動扉が採用された。乗務員扉が半室運転台側にしかなく、反対側は座席となっていたことからスイッチは客室内にあり、車掌がこの扉を開いて安全確認後他のとと表記されたスイッチを操作して扉を開閉していた。 つまには安全畳みかきと呼ばれる連結運転時の車両間転落を防ぐための折り畳み構造を備えた伸縮自在の柵を備え付けていた。つり革にはリコ式と呼ばれる方式のものが用いられた。これは通常はバネの力で外側に跳ね上がって固定され乗客が捕まる際に手前の方へ引っ張る構造で重い鋳造部品を組み立てたものであった。 その後も樹脂製の軽量化されたものが長らく、A 段地下鉄電車の特徴として、東西線の5000系登場時まで採用され続けたが、手を離すとバネの力で戻る際に、他の乗客の頭に当たり負傷、メガネ破損等のトラブルになることがあったため、同型の1967年生以降からは、通常タイプに変更された。地下鉄博物館に保存されているダコ式 ATS。 東京地下鉄道は開業時より最先端の信号保安技術を取り入れた脱式 ATS と称される自動列車停止装置である停止信号が現時の際進行方向左側の線路脇にトレインストッパーが立ち上がり1万1列車が停止信号を棒を進むした場合列車の車上にあるトリップコックが地上側のトレインストッパーに当たり 制動間圧力を解放して、非常ブレーキをかけるという仕組みである。原理は至って原始的だが、作動は確実であった。この ATS と連動するブレーキシステムは、アメリカのウェスティングハウスやブレーキ車成 M- 2 A3 導弁を使用するアーム自動空気ブレーキが採用されていた。これは、同時期に神経鉄道が新生投入した P-6 型や、 その後大阪市電気局が高速電気軌道1号専用として製造した100型などに採用した同じワブ個性の U-5 自在弁を使用するアミューブレーキと比較すれば見劣りしたが比較的短編成かつ低い標定速度で運行される地下鉄電車用としては適切な選択であり建設費の乏しい民営地下鉄ゆえに最新かつ最適な機器を選択するが無駄に贅沢な 機器は採用しないとする基本設計方針が徹底していたことを伺わせている。もっとも言い換えればこの時点では5両編成以上の長大編成は前提外であったということであり、駅施設などを含めこれが前提となっていたことは、後年の乗客数激増への対応を困難とし、将来に過婚を残す結果となった。主電動機は吊り掛け駆動式の アメリカゼネラルエレクトリック車製 GE-259 を2機搭載する。台車は日本車両製造製が D18、機車製造製が 3H で、いずれもアメリカボールドウィン車製、ボールドウィン A 型台車に版を取った蛍光組み立てによる釣り合い良識台車である。もっとも基礎ブレーキ装置は前車が片押し、式踏み面ブレーキ、後者が両、 脱機式踏みずらブレーキで、全車については、後日両、脱機式への改造が実施されている。制御機は、GE 車制 PC-12、電空化無軸式制御機で、ブレーキは上述の通り M 自動空気ブレーキである。歯車比は3.81と大きくとっている。一両あたり、モーターに機搭載のため、起動加速度は、時速 2.0km、S。 以降基本的に1800型まで変わらない。連結機は1001から1010 10までは、芝田式並形自動連結機搭載であったが、1011から1021については衝動抑止などの理由から、トムリンソン式密着連結機に変更され、以後銀座線では、これが標準となった。1927年12月29日の、東京地下鉄道開通披露式の挙行前に0 軽電車に試乗する朝香宮鳩飛行と竹田宮、常吉夫、第二次世界大戦後1960年代まで長らく銀座線の主力車として運用された。目立った変化としては、まず1939年頃に安全畳み書きが撤去された。さらに、台車のうち D18 は1948年に1100型と共通の軸羽台車である、 汽車製造派1 8へ、3H については1951年以降一体、中高軸バネ台車である汽車、h w 1 8へそれぞれ交換された。この際、余剰となった旧台車は、京浜急行電鉄、山陽電気鉄道、日立製作所などへ、譲渡されている。また、1955年の六連貨実施に際しては、 ブレーキの応答性能改善のため制動系への電磁給配弁と運転台のブレーキ弁への接点、追加制御線引き同士が実施され、ME 電磁自動空気ブレーキ搭載となった。1968年に 1500N 型の竣工に、伴い1 1 0 0系、1 0 0系ともども廃車が決定し、同年4月19日に1 0 0 0系2両で 1500N 型1ユニットを挟んだ。 ラストランが実施され、営業運転から知り添えた。百六十九年二月二十日から三月十五日まで、運輸省船舶技術研究所と自治省消防、研究所の協力のもと、中野工場において千二と千四を使用した燃焼実験が実施された。また、廃車当時、銀座線で車両冷房の導入が検討されており、千十四と千十八を使用して、 冷房試験が実施された。この2両は試験終了後、小石川県尺の入れ替え車として使用されたが、1975年6月28日付で廃車され、形式消滅となった。地下鉄博物館に復元保存されている線形1。編成現在の東京地下鉄の電車の総合的な基礎は、この線型にあると言える。線型は、戦後になって、 台車換装が実施され、一部の旧台車は、高松琴平電気鉄道や山陽電気鉄道などの、標準機関の私鉄各社に払い下げられた。また日立製作所に引き取られ、狂気化、整備の上、伊予鉄道、戸和田観光電鉄、美南電気鉄道へ売却された。記念すべき、第1号車である1001は、廃車後、1970年に、千代田区神田世田町にあった。 交通博物館へ寄贈された。同館では、開業時の姿への復元が進められたが、特に台車については調査の結果、旧台車の払い下げ先である、山陽電鉄で250系最終編成に、日本車両製 D-18 が BW-3 として使用されていることが判明し、1980年の同編成廃車後、同編成が装着していた。 大社一両分の寄贈を受けて、乾燥を実施している。その後、1986年に、地下鉄、開通60周年記念事業の一環で、東西線の火災駅高架下に開館した、地下鉄博物館に移転されて、屋内保存されており、開業当時の上野駅をモチーフにして展示されている。そして2003年6月の同館リニューアルにより、千一の隣には、 丸の内 1300K301 も保存されるようになり、同時に従来は原則非公開だった車内も一般公開されるようになった。なお、地下鉄博物館への移転は太陽の形で行われたため、その後も車両の所有権は国鉄東日本旅客鉄道が有していたが、地下鉄博物館開館30周年を機に2016年12月5日付で、 同館を運営する公益財団法人メトロ文化財団へ無償状とされた。2017年の重要文化財指定後は保護の観点から再び社内非公開となったが、イベント時には公開されることもある。1997年10月から12月にかけて地下鉄走って70年記念イベントの一環として、01K 第22編成の先頭車2001の車体に似せたラッピングを施した記念列車が運転された。また、2007年12月から2008年1月にも80周年を記念している HK、第17編成2000系のラッピングがされた記念電車が運転されたが、こちらは6両すべてにラッピングがされていた。2012年4月11日より銀座線で 営業運転を開始した線形は、本形式をモチーフにしたレトロ調のデザインを採用しており、車体色については、地下鉄博物館に保存されている線一を参考にしている。また、線形の最終造備車である第39.40編成については、内装を含めより本形式に近いデザインを取り入れた特別仕様となっている。 東京地下鉄道が1931年から1932年にかけて万世協京橋,橋間を延伸した際に線形の造備車として給料が製造された。すべて汽車製造東京支店製である。機器も人員車系のものを当資採用している。線型との相違点は台車が中高製部品を組み合わせた軸バネ台車である汽車製造派 -18 に変更されたことと、 溶接組み立ての導入によるリベットの数の減少程度である。線型と同様の経緯で英断地下鉄に引き継がれた。1968年7月までに全車廃車された。その後、1122号は教材用として長らく丸の内線中野工場に上屋を作って保管されていたが、1985年に解体された。 1977年12月に日本の地下鉄開通50周年を記念して郵政省が発行した記念切手には統計式と神戸市交通局線型が採用された。これは統計式が日本初の地下鉄車両であり、神戸市交通局線型が当時日本最新鋭の地下鉄車両であったためである。東京地下鉄道1100系電車に関するカテゴリー。 ありがとうございます。